安倍内閣の憲法9条改悪を止めよう、共謀罪が残念ながら成立をしました。7月11日が施行日です。これを廃止すること、作動しないこと、たくさんの人とやっていきます。安倍内閣は秘密保護法を作り、そして戦争法、安保関連法を作り、そして共謀罪を成立させ、今はもう憲法9条を変える、そこに向かってまっしぐらに突き進んでいます。安倍総理は秋の臨時国会今開いてほしいですが、開くべきですが、まあ秋の臨時国会において衆議院参議院の憲法審査会に自民党の改憲草案を出すと言っています。そして自民党の安岡沖春自民党憲法改正推進本部長は来年6月に憲法改正の発議をするとまで言いました。来年6月です。自民党総裁選は9月最も短い60日間で発議をした後、まさに国民投票をやって、私は場合によっては総裁選の前にまさに衆議院選挙と憲法改正のための国民投票をやるつもりではないかと思います。総裁選の後かもしれませんが、でも皆さん、憲法9条改悪がものすごいスピードです。憲法審査会、通常国会では参議院は一度も議論しませんでした。任制について議論しようと言っていたけれど、まさに会期末のバタバタでできませんでした。そんな憲法審査会でしっかり議論していただくと総理は言いながら、もうバーンと冒頭秋に憲法改正案出して、来年6月に憲法改正の発議なんてあまりにひどいというふうに思います。熟議も議論もないですよ。自分たちが提案するから、最終的には多数決でやるから、それに従えっていう共謀罪とどこが違うんですか。本当にひどい、そう思います。安倍総理は自衛隊を明記すると言います。しかしこれはあの安保関連法、戦争法を強行採決した安倍総理にとっては、集団的自衛権の行使が入っている自衛権、自衛隊です。世界で戦争する、それを9条3項に入れる、それは9条1項2項と完璧に対立するものです。9条3項に自衛隊を明記するということは、集団的自衛権の行使ができる自衛隊を認めること、安保関連法を合憲化すること、憲法9条1項2項の破壊です。戦争しないと決めた憲法9条の破壊を安倍総理にさせてはなりません。憲法53条に基づいて乗っ取って、野党4党は臨時国会の召集を要求しました。憲法53条は国会を開催、召集しなければならない、内閣は国会を召集しなければならないと規定をしています。安倍総理、憲法を守るんでしょうか。憲法を守らない総理大臣に憲法9条、これ戦前でまさにあの戦争で日本人で300万人、アジアで2000万人以上の人が亡くなって、その犠牲の上に獲得した憲法9条を安倍総理に破壊させてはなりません。今都議選の最中です。来年夏秋、まさに衆議院選挙と憲法改悪のための国民投票を安倍内閣がやるのであれば、この間大きな選挙はありません。都議選で頑張ることと、そして1日でも早く、1秒でも早く安倍内閣を退陣させなければなりません。自民党の人たちも保守の人たちもこれでいいんでしょうか。そこのけそこのけ安倍内閣が通る、多数を持っていれば何だってやれる、共謀罪の成立、そして憲法9条だって発議して改悪できると思っている安倍内閣を1日も早く終わらせなければなりません。安倍内閣退陣させましょう。安倍総理に総理大臣をやらせてはなりません。